玉川翔太郎は、老曲の名跡。玉川翔太郎本名は、鈴木鎌次郎。東京府東京市本塾の生まれ、青木登の弟子で、ゆえあって、青木翔太郎から玉川翔太郎となった。小太ながら、新内町の不死で、越後殿吉や、天保水湖殿など強格物を得意にし、玉川翔太郎の何は武士を有するは実に、東京の誇りなりとまで称えられる。 向島ことといに、寄せ、玉川邸を経営するが失敗し、喉を痛めて、千葉県市川に陰性する。二代目、玉川翔太郎本名は、石渡兼久。東京府東京市牛込区の生まれ。浪曲好きの父の影響で、十七歳で初代に、入門し、玉川次郎、兄弟子の玉川太郎と共に、玉川の領欲と称される。はじめ次郎を、後次郎で 低発して今朝姿で、玉川強風を合した後、二郎に戻り1932年に二代目、翔太郎を襲名。師匠譲りの関東説で、人形物を磨き上げ、清水二郎朝伝国定忠だ春などをお箱にした。中でも、天宝水古伝の下台漬利トネの川風、田元に入れて、の名城氏は、レコードに吹き込まれて一世を風靡した。その長く、 王を弾いて歌う愛鳥の節は、翔太郎が自宅で飼っていたローラーカナリアの鳴き声にヒントを得て作られたものである。1964年の帝国劇場で、娘婿の福太郎に翔太郎を譲って、玉川勝沖名を名乗り引退、新作にも挑戦した。極度の禁止、勝曲で数々の逸話がある。1969年に、脳難化症で死去。 41.47、48.49 41.、48. 55.58、71、3代目、玉川翔太郎本名は、石渡栄太郎。東京、日本橋生まれ。1947年に、我がの浦古州に入門し、翌年2代目、玉川翔太郎門下に移り、桜丸から初代福太郎を名乗る。1964年に3代目翔太郎を襲名し、 玉川一門のお家芸とも言える人狂物を継承。老曲不振の時代にあって、日本テレビ、お昼のワイドショーにて、姿勢の人物の反省を取り上げ老曲化するコーナー、人間シリーズを担当するなど、現代性を足した持ち味であった。1989年に文化庁芸術最小受賞。1994年には、日本老曲協会会長。2000年に、 肝臓がんで死去。ありがとうございます。